된다. 過去に打ち勝てという試練と俺は受け取った。人の成長は未熟な過去に打ち勝つことだとな。え？お前もそうだろ？ジャンピエール・ポルナレフ。貴様は！ディアボロ！次はジョータロー。貴様だ。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほうほう、では十分近づくがよい。呪い呪い、ザ・ワールドは最強のスタンドだ。時間を止めずともスピードとパワーとてお前のスタープラチナより上なのだ。俺のスタープラチナと同じタイプのスタンドだな。遠距離へはいけないがパワーと精密な動きができる。貴様よりどのぐらいザ・ワールドのスタンドパワーが強いかちょいと試してみたかった。ま、試すほどでもなかったようだが。試すっていうのは傷にもならねえ、撫でるだけのことを言うのか。2万円の下ズボンが破れたがよ。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。はあ、くだらん挑発に乗ってやって、もうちょっとだけ試してやるか。ラッシュの速さ比べか。ダムダムダム、知るがいい。ザ・ワールドの真の能力はまさに世界を支配する能力だということを。出してみろディオ、スタンドを。ザ・ワールド、カケオイン、いきなり吹っ飛ばされている。バカな、カケオイン。